事業費およそ1兆7000億円。民間の鉄道事業としては世界最大規模の台湾新幹線が開業した。很平稳很舒适啊。就いいですね。あの快適で、穏やかに走ると思います。是我们台湾人的骄傲。台湾のマスコミは時速300キロでもコップの水は揺れないと乗り心地の良さをリポート。台湾新幹線には荷物スペースが設けられている。さらに万一に備えて脱出用のハンマーも。亜熱帯の島を象徴するような鮮やかなオレンジのラインが入ったこの車両は東海道山陽新幹線を走る700系をベースに作られた。日本の新幹線が初めて海を渡り台湾の大地を疾走する。海外メディアでは初めて我々のカメラが運転室に入った。台湾新幹線の起点台北駅、地下にある在来線と並んで新幹線のホームが設けられた。台北は台湾の政治経済の中心地。台湾の総人口およそ2300万人の1割以上がこの町に集中している。台北高雄間の全長は345キロ。人口が集中する台湾西部を縦断している。台北から南西190キロ、台湾第三の都市台中。人口80万人のこの都市は台湾中部の一大商業都市。これまで在来線では台北から2時間15分かかっていたが、新幹線では55分で到着する。台北からおよそ250キロ、嘉義駅付近で北回帰線をまたぐ。ここから気候区分は亜熱帯から熱帯に変わる。台北から1時間40分、終点の高雄に到着する。高雄は人口150万人、台湾第二の都市で世界有数のコンテナ港を抱える。駅舎はまるで空港のターミナルビルの出発ロビーのような明るく広々としたコンコース。今日お仕事ですか？今天是因为工作的关系来的吗？对对对，来这边开会。やはり便利ですか？觉得很方便吗？对，因为之前过来要三个小时，现在一个小时就够了。そうですね。昔はちょっと三時間もかかりましたけど、これでまあ一時間で済むんで非常に便利だと思います。なるほど。新幹線の開業で台湾全土が一日生活圏となった。ビジネスや観光に及ぼす経済効果は計り知れない。台湾新幹線は当初フランスを中心にヨーロッパ製の高速鉄道を導入する計画だった。しかし後に日本の新幹線が逆転受注、その結果予期せぬさまざまな問題が発生し、それを一つ一つ克服していかなければならなかった。台湾新幹線の開業までにおよそ2000人もの日本人スタッフがこの大事業に参画した。逆転受注から6年余り、幾度にもわたる開業延期を乗り越えて海を渡った新幹線。その夢にかけた男たちの千日を追った。
台湾第一の港、高雄港。日本から運ばれてきた 700T はここで降ろされる。この貨物船は 700T を運ぶために改造された。一度に1編成12両を運ぶことができる。渡る新幹線の車両は30編成360両。車両は道路の通行量が少ない深夜にトレーラーで高雄近郊にある車両工場に運ばれる。2004年5月、700T の第一編成が高雄に到着した時はパレードが行われ、大勢の市民の歓迎を受けた。新幹線への期待の大きさがうかがえた。後藤は車両など新幹線システムの輸出を行う現地法人台湾新幹線国際工程 TSIEC の社長である。後藤は総合商社三井物産からの出向だ。台湾に赴任して6年になる。商社時代も鉄道に関わる仕事で世界を飛び回った。モロッコの電気機関車やシドニーの通勤電車など鉄道車両の輸出一筋にキャリアを積み重ねてきた。私も鉄道の分野の仕事が長いもんですから、ぜひ、この新幹線、台湾新幹線をですね、やってみたいという強い気持ちがありましてね。それでブラジルからですね、ぜひ私やりたいですって手を挙げてですね、それでそれを採用していただいて、とっても嬉しかったです。 TSIEC は新幹線システムの輸出全般を取りまとめるために設立された会社である。その取引先は台湾新幹線を運営する民間会社台湾高速鉄路。新幹線の輸出とは車両だけを意味するものではない。システムインテグレーションと言ってるんですけどね、それを全部ですね、我々が一括責任を持ってやるということで、しかも、300キロの高速であると、この2つがですね、全部重なってますのでね、非常に、難しいというかチャレンジングなプロジェクトだと、そういうふうに思っております。後藤は台湾高鉄本社にしばしば足を運ぶ。TSIEC の社長としてさまざまな交渉を円滑に行い、事業を計画通りに進めることが後藤に課せられた仕事だ。ドライバートレーニング、OCC トレーニング、also work in those stations. Not at this moment. But later.、Yeah. Okay. 台湾高鉄には多くの欧米人技術者が在籍している。これは当初台湾新幹線をヨーロッパの技術を導入して走らせる計画だったからだ。このため基本設計や安全基準などでヨーロッパ仕様が色濃く残り、それが台湾新幹線のベースとなった。技術全般を取りまとめる西澤は三菱重工からの出向だ。主に化学プラントの建設に携わってきた。西澤にとってこれまでの仕事と全く違ったのは作業管理だ。どんなビッグプラントでもその作業は一箇所で進められるが、台湾新幹線はそれが途切れることなく345キロに及ぶことだ。そのためまるで鉄道ダイヤのような管理工程表を組み立てた。安定した高速運転を支えるのは軌道と架線だ。
西澤は高速運転によって架線が大きく振動したり摩耗するとパンタグラフが離れて事故の原因にもなるという。軌道と電車とそれから上の電車線の組み合わせがですね、これがきちっとできてないと、もちろん安全性は守れませんし、その乗り心地ですね。そこで軌道と架線の敷設工事のため、車両基地内に300メートルにわたって訓練用の仮設線路を設け、日本人技術者が指導に当たった。日本と同じやり方で、それで日本語でですね、左よし右よし前方よしという、とにかく工事の期間ですね、皆さん日本語使ってますから、台湾人の方もまるで日本人かなと思うぐらい、もうきちっとその規則を守って、そこで徹底してトレーニングして、日本と遜色ないものができているということが分かった時点でですね、これは前線行けるんじゃないかなと。川崎重工兵庫工場、台湾新幹線向けの鉄道車両 700T はここで設計され製造された。川崎重工は日本有数の鉄道車両メーカーで100年以上の歴史を誇る。新幹線もさまざまな形式の車両が製造されてきた。川中のミスター新幹線と呼ばれる石塚は 700T のプロジェクトリーダーを務めている。新幹線車両の製造に長く関わってきた石塚にとって 700T には特別の感慨があるという。この仕事をずっとやってきまして、新幹線を特に中心にですね、25年以上やってきたわけですけども、こうして初めて新幹線が海を渡るという仕事に携われたというのは非常に光栄だし幸運だと、そういうふうに思っています。 700T は東海道山陽新幹線の700系をベースに最高時速300キロの営業運転が可能なように設計されている。石塚にとって当初この仕事は700系の実績から順調にいくと思っていた。しかし思わぬ困難が待ち受けていた。オレンジ色で示している変化、台湾高鉄がヨーロッパで採用している安全基準をもとに車両の設計を求めてきたのだ。例えば車両火災に備えて700系で使用されている繊維素材では OK が出なかった。そのためこれまで採用したことのない不燃化素材を組み合わせて基準をクリアした。お客さんからそれでいいということで合意をいただきまして、東海道山陽新幹線でのぞみでは最高速度285キロになってますが、この仕様は300キロということで、そのやはりその15キロですけども、そのためにですね、出力を向上しないといけないと。それからまた非常に急な勾配があるもんで、そのブレーキ対策とかそういうことも考えないといけないということで、見た目は比較的700系によく似てますけども、中身は随分と変えたところもあります。2004年10月からの試運転開始に向けて準備は順調に進んでいた。しかしヨーロッパ基準に合わせた安全性を実証する書類の作成と承認に手間取った。試運転に向けて台湾交通部の承認を得た時にはすでに年が変わり、2005年を迎えていた。2005年1月26日、延宗車両工場の一角にある総合試験事務所は朝から張り詰めた空気に包まれていた。いよいよ初めて本線上を走るのだ。台北から後藤も駆けつけ、詰めの打ち合わせを行っていた。パンタを下ろしていただいて、試験走行を担当する5人の運転士は日本人。真新しい制服に身を包んで点呼が行われた。ですので12時1分で行きます。3、2、1、2分です。はい、OK です。
はい、では、今日もご安全に運転の方一つよろしくお願いします。車両基地を出発する 700T の隣は日本の新幹線0系。車両と線路内の設備の安全性を調べる測定車として使われている。架線にはまだ電気が送られていない。本線上に姿を現した 700T。 牽引してきたディーゼル機関車が切り離され出発を待つ。午後2時、出発時刻になっても全く動く気配がない。電力が供給されないのだ。原因は車両工場内にある変電所の受電トラブル。2万5000ボルトの安定した電力が送電されないと電車は動かせない。結局5時間も現場に釘付けとなった午後7時、電気が送られてきた。ヘッドライトがつき、いよいよ出発だ。午後7時30分、ゆっくりと台湾の大地を走り出す 700T。時速はわずか30キロだったが、これが台湾新幹線の初走行となった。翌日、台南駅で試運転の開始を祝って記念式典が開かれた。待ちに待った試運転。挨拶に立った台湾高鉄の尹会長は、試運転開始は日本の新幹線車両が初めて海外を走る歴史的な出来事だと述べた。台湾中が非常に注目しているということで、まあ、いろんな問題ももちろんありますけど、まず電車が走ったということでですね、非常に大きな一歩を今日達成することができました。後藤にとって試運転開始は大きな節目となった。次なる目標は最高時速300キロの走行だ。2005年5月、台北付近の一部を残し、高雄までレールが1本につながった。これに伴い試運転区間も延長され、8月から速度向上試験が開始された。DTS のシャットダウンが19日から21日計画されてますけども、はい、まあ、通常だと三菱重工から出向の中川は試運転の一切を仕切る責任者だということで、まあ、そういうアレンジメントをちょっと検討しておきます。駅から南だったら別に BSS7 と SSP7 だけでいいんで問題はないかと思います。2005年10月、速度向上試験も最終段階に入ろうとしていた。最高時速300キロの営業運転を安全に行うためには、車両、信号、軌道、そして電力などのシステムが確実に連携して作動しているか、その確認作業が重要となる。
当然スピードがあればいろいろとその、まあ、デリケートな問題といいますか、まあ難しい領域に入ってくるんでですね、そういう意味ではいろいろと、まあ、解決しなきゃいけない問題も出てきておりますが、一つずつもう見つけるたびにこうきちっとその技術検討をして解決するという形で取り組んで、まあ、比較的、まあ、無事に進んでると。高尾の観光スポットにもなっている夜市、海鮮料理が安い料金で堪能できる。試運転列車のハンドルを握る足立と佐野は元 JR 西日本の運転士。足立は父親も電車の運転士という国鉄一家に育った。新幹線の運転士となったのは72年、山陽新幹線が開業した年だ。足立は0系から500系まで東海道山陽新幹線を走る列車のハンドルを握ってきた。やっと出せるないう気持ちですよね。一つの到達点いうかね、やっぱりこちらに来た目的がやっと一つ叶ういう感じですね。いよいよ時速300キロに挑む。出発を前にして入念に点検が行われる。ミーティングでは安全の再確認が行われた。この日は各セクションの責任者全員が試験列車に乗り込む。台北から後藤もやってきた。試運転の一切を仕切る中川が乗り込む。289キロ、東海道新幹線の最高時速を超えた。台南駅通過中。車内にはさまざまな測定器が並ぶ。モニターに映し出されるパンタグラフを見ながら架線と正常に接触しているか、また架線から離れることはないかを確認。車輪とレールの接触状態も厳しく確認する。時速300キロの安定走行には欠かせない列車の揺れ具合を見る振動測定。刻々と出されるデータに一瞬たりとも目を離さずチェックするスタッフ。6550まで280キロ、それ片道60キロの試運転を終えると各セクションの担当者からデータの報告を受ける。その結果を踏まえてさらに速度を上げるかの判断をするのは中川だ。まずじゃあ車両お願いします。で詳細に数値につきましては今から測定班の方から報告してもらいます。では YQ 測定の方お願いします。はい、では、まずウエスト台南駅ウエストドラッグ6550分岐ですが、先日25報告されるデータの内容には何ら問題がなさそうだ。142と137でした。次はですね、10キロずつアップということで、W 線6550まで290キロで通過後300キロに、速度を上げて折り返し運転をしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、すいません、ランチタイム今日ちょっと遅れてます。ランチタイム特に設けません。お持ちの方は適宜取ってください。申し訳ないですけど、はいはい、試験続行しますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。発車10秒前。時速300キロへのハンドルを握るのは足立運転士。3、2、1、発車。Q106T です。遠走13時39分の発車です。はい、はい、よろしく。時速300キロに達するまでには距離にしておよそ15キロを走る。私はノッチを入れ、さらに速度を上げていく。自信はありましたけどもね、やっぱり嬉しいです、よかったです。2005年10月29日台湾の大地で時速300キロを達成した。2006年に入り予期せぬ出来事が発生した。 J スラブという日本の新幹線使ってるコンクリートスラブで、これをまあ、アース線でつないでですね、このアース線を取られる。沿線の至る所で敷設したケーブルやアース線が盗まれたのだ。切断されたケーブルは総延長にして300キロ、被害額は30億円にも及んだ。ナンバーだけを殺したい。通信を担当する東芝の栗原はケーブル盗難に頭を悩ませていた。切断されたケーブルはつなぎ合わせることはできず、新たに敷設することとなった。工事費はすべて TSIEC の負担だ。アース線は、まあ、大したことないですけどね、盗まれてもすぐリプレイスが効くんですけども、この中に埋まってるケーブルはその FOC ってですね、ファイバーオプティックケーブルですね、光ケーブルだとか、それからメタリックケーブル、通信用のですね、30ツイとか60ツイとかですね、非常に高級なケーブルが入ってますんで、それはなかなか再手配、納期もかかりますし、切られるとですね、非常に大きな痛手なんで、それはもう警備のお金には変えられない。栗原は沿線の警備を強化するとともに高圧電流を流して対抗することにした。さらに追い打ちをかけるように
運行管理の指導に当たっていた JR 東海は、日本の新幹線システムがヨーロッパ方式と混在となったことに対し、運転指導の責任が持てないと台湾高鐵に申し出た。これでは開業までに運転士の養成は間に合わない。このため台湾高鉄は高速鉄道の運転経験があるフランスの元 TGV 運転士で対応することとなった。台湾新幹線のハンドルを握るフランス人運転士は38人。高速鉄道の運転経験があるといっても TGV は電気機関車、電車の運転は未経験だ。このため加速・減速の性能が違う電車方式の新幹線車両を一から勉強することとなった。車両の輸出には豊富な経験と実績のある後藤だが、新幹線システムの輸出は初めて。しかもヨーロッパ基準を一つ一つクリアしていくという途方もない仕事の量を、さまざまなプレッシャーと戦いながらこなしてきた。コアシステムだけでも3300億円。 TSIEC の社長として後藤の責任は重い。2006年7月から全線試運転に入り、いよいよ台湾高鉄に引き渡す最終段階に入った。この日はシナリオ試験が行われた。シナリオ試験とは、営業ダイヤを想定して複数の列車を走らせ、 OCC 運転総合指令のプログラム通り列車が運行しているかを確認する。尻尾の方は噛まないから。尻尾はね、はい。シナリオ通り列車が運行しているか目を光らせる江本。江本は東芝で列車制御システムを担当している。7分間隔で台中駅を出発する 700T。 OCC の運行表示板には列車番号、位置、進路が刻々と表示される。続々と列車が車庫から出発する。OCC は安全運行の要だ。10時20分57秒通過しました。今日はですね、ここ中央から列車を制御していると同時にですね、駅でも監視してますし、それから台中の駅の近くにあります宇治の基地でもですね、電車を出したりまた取り込んだりする、それらも含めてですね、まあ、全路線にまたがってですね、試験をしている状況です。トラブルが発生したようだ。鍵駅で停車中の列車の進路設定ができなくなった。進路設定が確認されないと列車は動かないシステムになっている。どうやら台肥線から本線に入るポイントが故障したらしい。異常事態が起こった場合、列車の運行をどのようにするかは OCC が決定する。我々何としてもやり遂げなきゃいけないと思いますし、台湾のお客さんが、まあ、喜んでですね、安心して利用していただける新幹線に持っていきたいというふうに思っています。また日本の新幹線では採用されていない双方向運転の試運転も行われた。双方向運転とは、万一先行する列車がトラブルで止まった場合でも、渡り線を通って反対方向の線路に入り、後続の列車が運行できるシステムだ。
このため信号システムなど膨大な情報量の ATC が運転室に搭載されている。台湾新幹線では全線にわたっておよそ20キロごとに上下線をつなぐ渡り線が設けられた。2006年9月からフランス人運転士による試運転に入った。機関車と電車とは違いますからね、まあ、その辺、まあ、だんだん慣れてはきてるでしょうけども、やっぱり基本的に動力集中と分散との違いはどうしても癖は抜けんでしょうね。まあ、彼ら曰くもやっぱりこの電車はグッドやなと、加速もいいし。The brake is very efficient. It's only electric brake. For that it's very, very good. And start very fast. For this distance it's good. It's good, it's good device, yes.開業日は2006年10月31日だった。しかしスタッフの不慣れや乗務員の訓練不足によるトラブルが相次ぎ開業延期。運輸関係の指導監督を行う台湾当局の交通部は、開業の前提として台湾高鐵に対し1ヶ月間連続無事故運転を指示。連日緊張した試運転が行われた。試運転の本数は開業時の1日19往復だけでなく、過密ダイヤを想定して10分間隔での試運転も行われた。車掌、客室乗務員も営業運転さながらの訓練が行われた。1ヶ月間無事故試運転の達成日は12月23日。後藤らは祈る思いでそれを見守った。まあ、明日夜か夕方ちょっと分かりませんけど、まあ、1ヶ月の試験走行が終わって、それで24日日曜日の午後4時に交通部の中で判定会議があった。この日、後藤と西澤は台湾高鐵の林副社長と最終の試運転列車に乗車し、1ヶ月無事故試運転を確認した。幾度にもわたる開業延期。後藤は日本の新幹線システムが一括して輸出できていれば、もっと早く開業できたとの思いがある。しかし一方で台湾の事情や現地化を求める意向も無視はできないと考えていた。今日でちょうど1ヶ月の無事故運転をね、達成してくれたんで、もう我々としては感無量です、ね、やっとこれで明日合格してくれたらですね、もう間もなく開通しますから、早く開通してほしいなと本当にあの心から思っております。翌24日台湾交通部は年明けの営業運転を認可した。经交通部于12月24号召开之第四次最终检讨会议中，逐项检视已确认台湾高铁公司
就旅刊委员所要求之各项改善事项均已办理完竣。2007年1月5日から運賃を半額にして仮営業に入った。しかし切符の発券システムや券売機、そして自動改札機のトラブルが相次ぎ、当局からなかなか本営業の認可が下りなかった。正式開業を控え、川中の石塚は三重の車両基地でメンテナンスの様子を視察した。車両のメンテナンスは全て日本式で行われている。石塚は一日も早く台湾での人材が育ち、彼らが 700T を支えることを願っている。2007年2月1日、万京駅は切符を求める人々で殺到した。2月18日から始まる旧正月の帰省に新幹線を利用する人たちだ。この日、台湾新幹線は運賃を半額にして運行していた仮営業を終え、本営業に入った。台湾新幹線が新しいインフラとして根付くのか、この日から試される。午前7時、万京発の一番列車は満席。仮営業に入った1月5日と同様、セレモニーは一切行われず、静かなスタートとなった。Thank you for your support, Gordon. Thank you. Oh, 我想这当然是一个经过一段很艰辛的过程了啊，但是看到我想很多的这种合作的团队啊，包括日本方面的专家啊，这个是日本新干线的。万京を出発した一番列車は定刻の8時30分に高尾に到着。試運転の時はね、何十回と私も乗ってますけども、やっぱりこうして営業運転で乗りますとね、やっぱり何か故障があったら大変だということでね、むしろ非常に緊張して乗ってまして今日見ますとですね、ほとんどが個人客あるいはビジネス客ということで、もう早くもその新しい交通機関としてですね、認知されたのかなという、そういう強い思いをして非常に嬉しかったですね。台湾南北を結ぶ新たな大動脈が誕生した。台湾の人々の新幹線への期待は熱く大きい。一方、中国本土でも JR 東日本の E2系ハヤテをベースにした車両が在来線の高速化を担って走り出した。飛行機と比べ環境に優しい大量輸送機関として新幹線に勝るものはない。21世紀は高速鉄道の時代とも言われている。台湾への輸出としてやったんですけど、まあ、お客さんも非常に厳しいお客さんでしたしね、というのは台湾だけども、お客さんの中にはほとんど欧米人がやっててですね、その人たちと一緒にやったわけですよね。まあ、ですから、まあ、非常に苦労しましたけど、力がものすごくつきましたからね、もうあとは どの国に行ってもですね、もう大丈夫ですよ。もうどこへ行っても完璧な
高速鉄道が実施できると思います。日本と台湾の友好の証である台湾新幹線、その異郷の地に新幹線を走らせる夢にかけた男たち。時速300キロの高速鉄道は世界で台湾が5番目。日本の新幹線が世界市場に出ていけるか、後藤らにとって台湾での経験がその礎となる。